介します。ヒールの靴を日常でそんなに履かないので、例えばこのコンバースとかコンバースのハイカットとか、あとこの福田誠さんが持ってるこのサンダースのレースアップシューズとか持ってて本当によく履きます。今日もローファーなんですけど、今日はねエナメルっぽいちょっと光沢のあるローファー履いてきたりして、あと子供がいるとねフラットで脱ぎ履きしやすいっていうのがもうマストですよね、うん、フラット靴ならではのソックスの楽しみ方っていうのを私も日常でよくやってます。この彼女は赤い靴下合わせてますけど、ブーツだと見えないおしゃれのワンポイントの、ソックス、フラットの特権ですよね。ちょっと差し色として赤や黄色足元にぴょんと入れるだけでたちまちコーディネートがパッと鮮やかになるから、冬でも明るいイメージになるものかなと思います。靴下プラスフラット靴っていうのがすごく好きなコーディネートです。で全体の重心も下に行くので合わせやすくなりますよね。ヒールの力を借りなくても。ありがとうございました。お疲れ様でした。終わったよピクちゃん。帰ろう帰ろう。